デニー・ハーリンは映画監督、映画プロデューサー。アクション映画を撮ることで有名。1959年フィンランドのリーヒーマキで生まれる。父は医師、母は看護婦。ヘルシンキ大学で学んだ。フィンランドでテレビや映画を監督した後、アメリカに渡り、エルム街の悪夢用を監督。この作品のヒットにより、1990年公開の ブルース・ウィリス主演のヒットシリーズ、ダイ・ハード2の監督に抜擢された。また、1993年公開のシルベスター・スタローン主演のヒット作、クリフ・ハンガーの監督も行い、その後、ドリブンでもスタローンとタッグを組んでいる。1999年公開のタイムトラベラー昨日から来た恋人には制作として参加した。2000年代には、コデーズ。 ディアトルフ・インシデントなど、実話をもとにした作品の監督を行っている。2014年、映画、ザ・ヘラクレスを監督したが、大人が作った作品とは思えない、映画史に残る、失敗作だなどの酷評が相次いだ。1993年に、女優のジーナ・デイビスと結婚。カットスロート・アイランドや、ロング・キス・グッド・ナイトでは彼女をメインキャストに起用したが、 1998年に離婚した。ありがとうございます。